こんにちは、のりたろうです。今回のお話は、私も実践しているなかなかやばい本気の盗税術のお話になりまして、普段お話しさせてもらっているアンティークコインにプライベートカンパニーを掛け合わせることで本気の盗税術ができますよというお話になります。かなりやばいんですが、やることはシンプルで、プライベートカンパニーを設立して CEO 就任、会社名義の銀行口座を作る、でプライベートカンパニーを通してコインを買う、プライベートカンパニーを通してコインを売る、経費を最大限に活用するという、この5つのステップです。これはあくまでも取っかかりの一例で、何よりも大切なのはこのステップ1のプライベートカンパニーを作るということです。これは実は財務省とか国税庁とかはやってほしくない結構やばい節税スキームで、例えば会社員ですと、せっかく源泉徴収というノーガードでこうボコボコ税金を好きなだけ取れる仕組みを作ったのに、それにでっかい風穴を開けてしまうということになるからです。これを聞いて、自分は会社で副業禁止されてるし、社会保険料二重になると会社にバレるでしょと思ったあなたは、結構勉強されていますがまだ甘いです。役員報酬をゼロにすれば、社会保険料は会社の方の社会保険料のみになるので会社にはバレないです。ただ公務員の方は、こういうことはしない方がいいと思いますが、それ以外の方は全員会社を作った方がいいと思います。先ほどは会社員の方でしたが、例えば個人事業主の方も家族がいたとしたら、プライベートカンパニーで役員報酬を4万5000円ぐらいもう最低限にして、最低限の厚生年金を払うっていうことで、家族を扶養に入れると、子供とか奥さんを扶養に入れるという流行りのマイクロ法人スキームっていうのが使えてしまいますし、この法人を作ることによって税金をより高度にコントロールすることができるわけです。というような、もう少し具体的な方法をもっと知りたい、聞きたいという方は、のりたろうアットマークリアルワークショップ in 銀座というのを5月26日に特別講師に、リスクマネジメント研究実践家であり、アンティークコインコレクターであり、実業家であるミスター T 氏をお招きしまして開催いたします。ここでは YouTube では絶対にお話しできないお話をさせていただこうと思いますので、今回の動画でも結構お話しするんですが、本当に YouTube でお話しできない核心部分はこちらで詳しくお話しさせていただこうと思っておりますので、もうすでに席は埋まってきてるんですが、今回は先着20名様までなので、ぜひご応募ください。詳細は概要欄に貼っておきますということで、本題に戻りますと、まず一つ目、プライベートカンパニーを設立して CEO 就任ということで、ここでサクッと会社を作って CEO 就任って一番ハードル高いじゃんと思った方、本当は全然ハードル高くなくてですね、自分でただ難しいと思っているだけです。簡単とまでは言いませんが、ネットとか YouTube で調べれば会社の作り方っていうのはいくらでも出てきますし、お金もそんなに必要じゃありません。株式会社でしたら15万円くらいでできますし、合同会社であれば6、7万ぐらいで作れてしまいます。どうしても暇がないとか面倒だっていう方は、私が会社を作成するお手伝いもさせていただきますので、メールとか LINE でぜひご応募ください。もう会社はもう絶対に作った方がいいと思います。具体的には、役員報酬の決め方とか、あとはバーチャルオフィスにしてどこに登記すればよいかっていうのはちょっと人それぞれ違いますので、それぞれの方に合った方法を具体的に一緒に進めていくやり方でお手伝いさせていただきますので、こちらも概要欄から見てみてください。で、話を戻しますと、会社を作成することで得られるかなり大きなメリットというのが、このプライベートカンパニーというのは会社員では絶対に学ばない税金の勉強のいい教材になるということです。この本ですね、
元国税庁の大村大二郎さんの名著であります税金を払わずに生きていく逃税術の本当の核心部分っていうのを実際に体験することができる、これすごいメリットだと思います。この本をサラリーマンが読むと、まあ、ほんのちょっとの部分しか活用できなかったのですが、これがほぼ丸々活用できるようになるということで、税金をコントロールする側になれますので、絶対にプライベートカンパニーは作った方がいいです。そして2つ目、これもすごいです。会社名義の銀行口座を作るということで、これも私の会社作戦のサポートに含まれているんですが、会社名義の銀行口座を作るのもちょっとコツがいりますが、これを作ることができると今後どんな世界になろうともあなたを守ってくれる最強の銀行口座っていうのを手にすることができるということになります。これを言うと陰謀論とか言われてしまうかもしれないんですが、今年7月に行われる新円切り替えなどに伴って政府は何もしてこなければいいんですが、もしかしたら預金を封鎖するとか財産税を取るのではないかと言われてますが、その時やらなくてもいくらでも後出しじゃんけんのようにできてしまうわけで、増税メガネ君の政府が信用できない人は絶対にこの法人口座を持っておいた方がいいと思います。もし法人口座に預金封鎖とか財産税みたいなことをやってしまうと、日本だけではなくて世界中の経済が完全にやばいことになるので、絶対に日本政府はそれはできませんので、つまり相当に防御力の高い銀行預金口座っていうのが簡単に手に入るということです。先ほど言った数万円の会社を作るという手間をかけるだけでこれが手に入るということです。で、この価値はもしかしたらお金を持っている人ほどわかるかもしれません。そしてアンティークコインで言いますと、かなり高額なコインも海外から買ったりすることもできますので、めちゃくちゃ便利になります。例えばデビットカードの決済限度額っていうのも1億円ぐらいだったりしますので、これを作れるというだけでもプライベートカンパニーを作る意味っていうのは相当にあるかと思います。ということで次3番目、プライベートカンパニーを通してコインを買うということで、先ほども言いましたが法人口座があれば海外から買うのもめちゃくちゃ簡単になりますし、国内のショップとかでただコインを買うような時でもプライベートカンパニー名義でコインを買うっていうのがミソです。つまりコインは個人がプライベートカンパニーに購入代行を依頼して、会社にプライベートカンパニーの方に手数料を払うということになります。ここがめちゃくちゃ大事です。なんと手数料が CEO であるあなたが決めて良いということになります。これめちゃくちゃすごいことなんですけど、意味わかりましたでしょうか。これは経営者の方とか個人事業主の方はあっと思うところなんですが、あんまり言うと本当にやばいので、これはぜひリアルワークショップで質問などをして聞いてみてください。そして選ぶコインとか予算っていうのは目的に応じてコインを選択することができます。例えば、お金を回したいっていう人はやはり売りやすいアンティークコインとかモダンコインを選んだり、資産防衛をしたいっていう方はアンティークコインとかモダンコインのトップポップみたいなものを選んで保持したり、あとは相続なんかにはスーパーレアなアンティークコインを選んだりというような感じで、目的によって選ぶコインっていうのは違ってきますが、コインっていうのは選択肢がめちゃくちゃありますので、そこは本当に素晴らしいと思いますし、先ほどお話しさせてもらった増税メガネ君の政府が仕掛けてくるさまざまなトラップとか、かつて日本とかアメリカで実際にあった庶民の金は全て没収だというようなめちゃくちゃなことがあっても、アンティークコインとかモダンコインはそもそも他の資産と違ってマイナンバーの紐付けもなく買えますので、めちゃくちゃ防御力が高いものになります。なので歴史的に戦争が絶えない東ヨーロッパなどでは誕生日とか
お祝いに金貨を贈るっていうことが普通に行われておりますし、戦争などの時にポケットに入れて逃げることができる資産っていうのはコイン以外にはほとんど考えられません。まあ、こちらもどんなコインを買ったら良いかわからないということは、先日動画でアップさせていただきましたオリジナル動画付きアンティークコインコンシェルジュサービスというサービスがありますので、まあ、こちらも最適なコインを私が買い付けて、それをオリジナル動画にしてアピールしてお渡しするというサービスになりますので、まあ、こちらも活用してみてください。ということで少し話が長くなってしまいましたが、次に行きましょう。4番目、プライベートカンパニーを通してコインを売るということで、ここでもやはり個人名義ではなく会社に販売を委託で販売するということで、ここでも手数料を会社の CEO が決めることができるということで、手数料はコロコロ適当に変えてはいけないんですが、会社の手数料の規定っていうのを作っておいて、手数料をしっかり取るということをすれば、個人の利益を極力なくして会社にお金を残すということができるわけです。ただここで会社にお金を残しても全然自分のお金にならないじゃんと思われたかもしれませんが、まあそうです。これは会社のお金を勝手に使うと下手をしたら横領っていうことになってしまいます。なのでしっかり法にのっとって会社を使い倒しましょうということで、次の5番目です。経費を最大限に活用するということで、最初にもご紹介しましたこのバイブルですね、税金を使わずに生きていく投税術、この本がここで生かされてくるわけです。世のサラリーマンの皆さんはいかに今まで本当にクソの役にも立たない税金をむしり取られていたかということが、この本を読むことでよくわかると思います。こちらの本は買う前に YouTube なんかでも本要約チャンネルさんなどが解説してくださっているので、まずはそれを見るのも良いと思いますので、概要欄にリンクを貼っておきます。ということで一部抜粋しただけでも、会社を作れば家賃も光熱費も安分で経費にできると、あとは高級車や旅行費用も経費、相続税も節約できるというようなことがいろいろ書いてあります。本当にこれは一部でしかないんですが、日本人全員が知っておくべき節税術が満載なので、税理士でもない私が税金の具体的なお話をアドバイスすることは本当にやばいので、ぜひこの本を片手にプライベートカンパニーを使って、学校では絶対に教えてくれないというか、まあ学校の先生は公務員なので絶対にこういうことは実践できないので教えられるわけがないんですが、こういう一生使えるお金の知識っていうのを実践しながら学ぶことができます。ということでもう一度おさらいしますと、1、プライベートカンパニーを設立して CEO 就任、2、会社名義の銀行口座を作る、3、プライベートカンパニーを通してコインを買う、4、プライベートカンパニーを通してコインを売る、5、経費を最大限に活用するということで、これが実践できたなら、これこそ本当の財産だと思いませんか。こういった知識こそ子子孫孫受け継いでいかなくてはいけない本当の財産っていうものになるわけです。今回は本当に触り程度しか YouTube で発信できていないので、ぜひともリアルワークショップを聞いて本当の財産っていうのを手にしてみてください。参加方法などは概要欄に貼っておきますので、ぜひご応募お待ちしております。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。いつも応援してくださっている皆様、いつも本当にありがとうございます。ということで、それでは最後皆様一緒にレッツ投税。ご視聴ありがとうございました。